して、続いての授業は国語と音楽の授業でございます。はい、この授業はですね、今日は皆さん事前にエッチに思うワードをちょっと書いていただいて入れていただいている方がいらっしゃるということで、それプラス SNS で事前にちょっとエッチ感じるものをいただいておりますので、それを私とダイヤちゃんに読み上げさせていただきまして、そのエッチなワードを聞いて感じて、3人は感じていただいて、人間太鼓になっていただきまして、ちょっと音楽の授業ということで、ちょっと分からなくても、ちょっとセッティングの方どうぞよろしくお願いします。さあ、よろしいでしょうか。大丈夫ですか。動けないようにね。はい、それでは音楽と国語の授業でございます。どうぞよろしくお願いいたします。お待ちくださいませ。ふたごたまよー、お尻よー、おなーにのおよー、あなのりよー、おしあげよー、おたまよー、にせてよー、
言いますよ、まあ、無視できませんよ、彼氏やもすごい SQ がガンガン来て、もう後半なんかすごいもうなんか、競馬番組やってて、馬の話もちょっと分かるから走りなさい、フライド、本当に一の時相手を生かせる、私の必殺技、他ある人あ、じゃあ、ママちゃん、じゃあ僕、答えいきますね、いただきますね、しゃべらないでください。で僕ね、パックンチョ好きなので、まあ、基本パックンチョはデフォルトでパックンチョしながら、まあ、相手の男性の方に前立腺っていう腺管体があるんですけど、その腺管体前立腺をこう攻めながら、フェラーリしながら両乳首攻めっていう三点攻めっていうのをこうやって、三点攻めこうやって
じゃあ、ともに、あんとともに、あるでしょ、あるしかない、なぞなぞやからね、そう、でもちょっとここで一発、びちょびちょの答え欲しいですよね。分かった分かった、早いままして、はい、セックスじゃなくて選挙選挙、あ、選挙、あ、多分、でもお楽しみじゃないんで正解じゃない、ちょっと選挙は違うの、選挙は違うの、でもセックスもらったんでもう満足です。大人になると男女ともにやるお楽しみ、選挙じゃない、はい、ちなみに言うと、はい、どうぞ、はい、成人式、正解です。あっという間に、あっという間に、ちょっと景品が2個しかないんで貸してきて多いですか。わかりました。なんか本当あるみたいですよね、景品が結構お買い手いただいて、皆さんね、いいじゃないですか、たまにこう出すのもね、りょうたくん、誰だっけ、最初が青谷兄さんが、見くれるんですか、ちょっと谷間の間から、あ、ねえ、今は怖くない。
はい、はい、一緒。